人気のない講師たちも300人ぐらいを相手にしてたっていう。上がどかないってことは、自分の目が出ないわけですよ。90分やって1万円ももらえないっていう、そういった状況になってきてる。Hello there! 始まりました。モテツチャンネルです。今回はですね、予備高校生になるなということで、第2弾ですね。予備高校生になるのを勧めない理由の2つ目になりますね。前回はですね、まあ、明日の話題っていうですね、まあ、大人気チャンネルにも取り上げられましたけども、まあ、まさに、金ピカ先生ですね、成功した予備高校生っていうのはほとんどいないと。成功していたのに、全然うまくいかなくなってしまうっていうのは、これも安越先生が言ってた。わけです。90年代ですね、非常に、生徒がいっぱいいた時代、子どもたちがたくさんいた時代の成功した先生たちのほとんどは残念な、生活を送っているというのが事実だっていうわけですね。でその理由というのは、まあ、明日の話題にも出ていましたし、僕の昔の動画でも話した通り、生活水準を下げることができない、ね、豪遊して今までと変える生活ができなくて、そして失敗してしまうと、人気もなくなれば稼ぎもなくなってしまうのに、それを変えることができないため失敗してしまう。現在もそのことは起こっています。実際にですね、そういう状態になっている人はいます。時は経ちまして、もうそもそもスーパー人気講師になることすらできないですね。子供が圧倒的に少ない。この間ちょうどですね、ヨゼミの富田先生と話をしてきたんですけども、本当に今の状況っていうのは、人がいないと。人がいないので人気講師になるのは当然大変ですよね。で、加えて人が育たないって言ってました。これはああなるほどなって思ったことなんですけども、昔っていうのはですね、600人教師とかね、500人とか600人500人を人気講師たちは相手にしたわけですよ。そして人気のない講師たちも300人ぐらいを相手にしてたって言ってました。もうペーペーで全然出たての人たちも300人の前で話さなきゃいけなかった。で、300人の前で話すとどうなるかっていうと、一体何がいけなかったのかとかっていうのがすぐにわかるって言ってました。300人いて、そして代わりもいっぱいいるわけですよ。他の授業でもいいわけですから、そういう状況だと失敗すれば、人気がなくなれば、どん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 人は減っていくし、でうまくやればどんどん人は増えていくっていうのが、もう目で見てわかったって言ってました。そういう時代だった。そうですね。でも、もし数人しかいない、ね、5人とかしかいない授業だった場合っていうのは、嫌な授業であってもいるんですよ。他に代わりのクラスも用意されてないってなったら、嫌でも我慢して出るっていう状況になってしまうと。なので、どれがうまくいってどれがダメだったのかっていうのが昔は一目で分かったのに、そういうことが分からない状況になっている。だから講師たちが育たない状況になってるんだっていうふうに言ってましたね。これはなかなかやっぱり、長い歴史を、備考の歴史を見ていると、ああそういうことが分かるんだって言ってましたね。なので、だから昔はどうやってやれば自分が人気になれるんだ、どうやってやったら生徒の心をつかめるんだ、どうやってやったら自分が人気になっていくんだっていうのが見て分かったって言ってました。どうやったら授業を良くすることができるのかっていうのが分からない状況に今はなってしまっているって言ってましたね。子供が減ってるってことは当然給料も減ってるわけですよ。なので、時給がどん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 下がってきているっていうのが、現状です。昔の人はですね、非常に多くもらっていたわけですよ。1コマ90分で2万円以上が当たり前だったわけですよね。2万、3万、4万、5万とかっていう人たちがいたわけですよ。それが今じゃ全然、ね、ありえないわけですよね。大手でも1万いかなかったりするわけですよ。この90分やって1万円ももらえないっていう、そういった状況になってきてるわけですから、非常に大変な業界です。まあ、ぶっちゃけ数百万円ですよね。1年でね、もらえるものなんて、1000万超える人っていうのは非常にレア。な状況です。昔は1億円超える講師たちがいたわけですよ、ゴロゴロ、ね、今予備校だけ1億超える講師なんてまずいないですからね。予備校だけにもらってるお金で、まあ予想はつくと思いますけどね、まあ、超えてる人はおそらくいるじゃいるんですけど、まあ、誰のことかをご想像にお任せしますが、あとの人は無理ですね。ほぼ 99.999% の人が、そこへは到達できません。昔はその明日の話題にあったような、ね、金ピカ先生が2億とかですね、そんなのありえんのって思うかもしれません。まあ、昔の予備校だったらね、ありえます。今の予備校ではありえません。2億を超える人は絶対に誰一人いないですね。だから1億超えるのがすごく大変だったっていうですね、のと同じように今1000万超えるのが非常に大変ですね。年収1000万いくのがものすごく大変だ。だから、おすすめはしません。非常に、昔はやっぱりフェラーリ乗ってる、ポルシェ乗ってる、ベンツ乗ってるっていう先生がいっぱいいたわけですよ。でもそんなのもう今夢のような状況ですね。でもね、生活変えられなくてね、豪遊しててね、未だにね、非常に苦労してる人もいます。
で、さらにはですね、子供はどんどん減っていきますが、この仕事っていうのは何歳になったってできるわけで、健康である限りはね。だから上がどかないわけですよ。非常に大変です。上がどかないってことは、自分の目が出ないわけですよ。だから20年前のトップ講師たちがまだトップ講師ですから、だからそれに憧れて、いた講師たちっていうのも、ね、あ、10年後自分はですね、この人のようにトップ講師になれるかもしれないって言って飛び込んだ人たちもですね、まだ彼らが一切どかない状況でいるわけですからね、お笑いの業界と本当に似てるんですけども、上がどかないという状況になっています。で、給料は上がらない。そして上がどかないからコマもない。で、まあこれはね、関先生も言ってたんですけど、関正夫先生ですね、前に会った時にも言ってたんですけど、関先生自体も上に上がるのは本当に大変だったと。なかなか上がどいてくれないから、いろんなことをやらなきゃいけなかったと。しかしその時代と比べても今はもっと大変であると。上に行くのが非常に大変な状況になっている。トップの予備校にいたですね、その先生たちがこう下の中堅予備校にだん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 入ってくるわけですね。そうすると中堅予備校から上に上がっていこうとしてる人たちをここでもう防いじゃうわけですよね。ここでもう駒がないわけですよ。この人たちが取っちゃってますから、この人は上に上がれない、ね、もうだ中堅予備校ですら上に上がることができないっていう状況になってますね。映像授業がバンバン出てきてるんですよ、ね、映像授業がバンバン出てきてるってことはですね、人気の講師の授業さえあれば他いらないわけですよね。他の先生いりませんよね、はい、ということで、ますます講師がいらなくなっていってるわけですね。当然子どもの数が減る、つまり過剰供給な状況になってるわけですよ、講師の、ね、そうすると講師の過剰供給ですから、当然講師の値段は下がっていく、ね、若手の人たちっていうのは非常に安い値段でこき使われてい、くっていう生活になってるわけですね。だ絶対に昔の予備校講師よりも今の予備校講師の方が英語力とか教える力ですごく高いっていう人いるはずなんですよ。どんな業界でもそうですけど、だん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 いろんな蓄積されていくわけじゃないですか。教え方だったりとか、知識だったりとか蓄えられてすごい人っていうのがいるはずなんですよ。でも出てこないですね。でまあだから英語講師オーディションとかもやってるんですけど、結局でも応募もしてこないですから、みんな目が出ないままなんですよ。そう、一生埋もれ続けるっていう人がほとんどになってしまうわけですね。そして保証がないです、もう予備校講師っていうのは、ある意味バイトとかニートって言っちゃいけないですかね、バイトと変わんないわけですから、多くの人はね、まあ専任講師っていうね、ちょっと保証がある人たちもいるんですけども、普通はこのバイトと変わらない状況ですから、で人気がなかったら首を切られていくわけですよ。予備校にもよりますけど、 80%、満足度が出せなかったらダメとかっていうのが決まってて、それでもう、首を切られるっていう状況になるわけですね。でその保証がなくって首が切られちゃったっていう場合に、まあ塾講師とかね、そこで落ち着く人もいますけど、塾講師ってね高いお金払えないわけですからね。そう、予備校と違ってね、塾の方が安いわけで、そこで、ね、個別塾とかやったらまた下がっちゃうわけですよ。でそこで大学生のバイトたちとさ同じようにいるわけですよね。昔は人気あったかもしれないですけど、おじいちゃん扱いされちゃったりとかですね、全然能力も高くないのにみたいに思われてしまう。でまあやっぱりちっちゃい塾とかね、中学生相手とかだと若い人の方が人気があるんですよ、うん、やっぱり年がいってしまうと人気がないので、非常にですね人気もない状況になってしまうと。じゃあ他の職業に就くのはどうなのか。無理ですね。無理というか、まあ可能は可能ですけど、あまり適した仕事がないですね。なんでなのか。予備校講師っていうのはですね、まあこれは偏見かもしれないし人にもよるんですけども、お客さんに対してえばってる職業なんですよ、まあ、それは先生っていう職業はそうなのかもしれないですけど、お客さんに対して怒ったりできちゃうわけですよね。お客さんよりも偉い立場みたいな形で、ぬくぬくと育っていくわけなので、お客さんにへこへこするとかっていうのができない人がすごく多いんですね。なのでそこが適さないので、いろんなアルバイトとかでも困っちゃうっていう人がいるわけです。なのでかなり年いってから首を切られてしまうと、当然それだけでも仕事がない。さらに、お客さん接客するとか、お客さん相手にする仕事に就くと、まあ喋りはうまいかもしれないですけど、自分がこう下に見られちゃうとかっていうのに我慢できないっていうので、非常に苦労するっていう人もいます。よく相談を受けたりするんですよ。予備校講師になりたいんですけどとかですね、知り合いが予備校講師になりたいんです、教え子がなりたいんですっていう相談を受けたりするんですけど、全部ですね言いますね、全く進めないからなるなっていうふうに言います
はい、それだけです。だから合わないです、いつも。そういう相談が来たとしてもね、進めないっていうふうに伝えておいてくださいとだけ言います。なんで相談に来られても困ります。そこの間だったね、富田先生自体も進めないって言ってましたからね、なるべきじゃないのにっていうふうに言われましたしね、もう同じことを自分も下の人たちには言っています。昔よりもさらに、予備校講師っていうので生きていくのは大変です。今ね、成功してる人がね、目立ってるので、その人たちに憧れてしまうっていうのもわかりますけど、それは本当に一握り中の一握りですから、ほとんどの人はそんないい暮らしができるというわけではありません。ね、みんな未だに満員電車に揺られ、校舎に行って、終わって帰って、安いご飯を食べてみたいですね、そういった生活になってる人もいます。家族もいる人もね、養わなきゃいけないですからね、非常に大変だと思います。はい、こんな感じですね、予備校講師になるなっていうのの第2弾をお伝えしました。本当にですね、おすすめすることはできませんので、考えている方は考え直していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.